皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はボディメイク知識に振り回されるなというようなタイトルで行っていきたいと思います。ビレジの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックしてみてください。今回はですね、ボディメイク知識に振り回されるなっていうような内容でお送りしていくんですけども、もうその名の通り、知識に振り回されないでくださいということですね。やっぱり近年ですね、SNS がこうやって広がっている中で、情報発信している人ってすっごい多いじゃないですか。どれが正解やねんってぐらい情報が溢れ返ってるんですよね。やっぱその情報すべてがやっぱ正解でもあり、間違いにつながることもあり、不正解がなければ正解もないからですよね。このボディメイクっていうのは、やっぱその人はその人に合う合わないっていうのもあったりするので、こういった知識が多くなってきてる中、何が正解なんやろって迷子になる人もいれば、ちゃんと知識をつけることによって迷子になる人っておるんですよね。知識あるはずなのに体現できてないやんみたいな、こういった状態に陥るのって、結局悪く言えば頭でっかちになってる状態になるんですよ。知識がいっぱい続いてることによって、やっぱこの知識があるからこそ振り回されてしまってる。知識ない人の方が思ったより体現できてたりするんですよね、純粋にやるんで。知識があるからこそ、いろいろいろんなことをしようとしすぎて、それが逆効果となり、実はそれがボディメイクの失敗の原因やったりするんですよね。その中でも研究データがあれば大丈夫、合ってるやろっていうね、自信にもつながるので、まあそういった研究データを発信している方の情報を見て、こういうフィットネス系、ボディメイク系の研究データって海外から来てるものが多くて、僕が読んだことあるのでいくと、研究対象の人っていうのが初心者なんですよ。経験者でやってないですよね、ほとんど。初心者に対してターゲットとしてやっているので、その変化が実際に経験してる人に反応するのかどうかは正直わからないっていうのと、日本人じゃないんですよ、海外の方でやってるんですよ。僕ダイエットとかしてる中で、合う食材合わない食材っていろんな人と話してて、あ、自分この食材合うのにこの人たちは合わへんねんなと思うのがあるんですけど、僕はやっぱアメリカの血が入ってるからちょっと違ったりするんですよね、その話をしてる中で。日本は海苔とか消化できるんですけど、アメリカとか海外の人って海苔消化できないです。逆に牛乳は消化できやすい体質なんですけど、日本の人って牛乳を飲むとお腹下しやすかったりとか、消化しにくかったりするんですよね。遺伝的に合う合わないっていう食材が出てくるんで、海外の研究データを見たからといって、それが実際落とし込めるかといったら、まずそもそも遺伝的な部分が違ったりもするんで、それが合う合わないってやっぱ変わってくるんですよね。だからデータとしては正解ですよね、知識としてはすごくいいと思うんですけど、いざ実際自分の体に落とし込むってなると、その通りにいくかって言われると、そうじゃない可能性もやっぱりあるんですよ。この知識としてね、僕もいろいろ勉強してきたんで、カロリー範囲内であれば PFC バランスがどうであっても正直大丈夫みたいな発信する人もいるんですよ。僕は今回12月にですね、実験を行いました。僕の体でタンパク質をほとんど取らない、主食をお菓子にする。カロリーとしてはですね、2000キロカロリーちょっと超えるか超えないかぐらいしか1日食べないと、こういった実験を行ったんですよ。カロリーが足りてないはずなのに脂肪増えるわ、筋肉落ちていくわ、結果的に1月から減量始めたんですけど、落ちない。まずそもそも代謝が落ちちゃってるんで、代謝を戻す作業から入るんですよ。だから落ちないですよ。でもカロリーで計算すると、減量入ってからの方がカロリーが多いんですよ。本来なら絞れるはずのカロリーなのに、内容が悪いだけで脂肪になったんですよね。これを僕体験してる人ってあんまりいないなと思って実験したんですけど、もう本当におすすめしないです。ボディメイクの観点で意識するのであれば、絶対にこのタンパク質の量っていうのと、糖質の量、脂質の量、こういったところはちゃんと意識しないと、カロリー範囲内だったら痩せれるっていう、こういった知識も全然当てはまってこないんですよ。それこそマッスルメモリーの実験になるんですけども、もう病気になって筋トレができなくなりました。4ヶ月間トレーニングをオフにしました。体はすごく細くなりました。トレーニング始める前ぐらいの体になってきたぞと思いきや、1ヶ月半ぐらいで体が戻った。マッスルメモリーって存在するやんってここで確信はしたんですけど、やってみないと分かってても不安だったりもするじゃないですか。全部の知識がやってみないと本当に分かんないですよ。僕はカーボサイクルっていう組み方でダイエットをすることがあるんですけど、これを実際僕と同じやり方をやって変わるかどうかって言われると、僕以外の人が同じことをやっても変わらない可能性もあるんです。逆に食べ過ぎてるからちょっと太ってしまうっていう可能性もゼロではないです。全ての知識を真似するとこから始まると思うんですけど、成功すると思って真似するんじゃなくて、自分に合うかどうか確かめる感じで真似するといいと思います。知識がいっぱいついてくることによって、自分はもうこうできんねん
っていう胸を張って言えるようになってると思うんですよね、知識的には。でも実際自分の体で実験してみると、もっと早く痩せれるはずやったのになんで痩せへんねやろっていう、こういう問題が出てくるんですよね。ダイエットを始める前の自分の食生活とかで代謝がそもそも全員違う状態、筋肉があったとしても基礎代謝も変われば人によって生活リズムが違うじゃないですか。トレーニングの時間1日2時間やってたらいい、カロリーはこれぐらい食べてても絶対痩せれるっていう発信をしてたとします。その人の仕事がトレーナーやったとしてみてください。僕もね、もともとトレーナーやってデスクワークになった今、デスクワークこんな痩せへんのかってくらい、やっぱ運動量めっちゃ少ないですよ。トレーナーやってた時は運動してる意識がない時からもうずっと運動してるんですよ。だから消費カロリーが異常に多いんですよね。仕事次第でもやっぱその人の基礎代謝、一日の消費カロリー全部変わってくるんですよ。頭に知識があったとしても自分の体を理解してないと分かんないですよね。だから結果的に自分の体を理解しましょうと。一番僕もダイエットしてきて思ったのは、一個の知識しかない状態でダイエットした時の方が、みる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 体は絞れていきました。チートデイという存在を知らなかったんで、チートデイをしないんですよ。ハイカーボという言葉を知らないんで、ハイカーボしないんですよ。絶対食べたらあかんもんやと思ってたんで、ずーっと同じカロリーでずーっとおったんですよ。結果一番絞れてました。有酸素も何もしてないですよね。次の年、知識がついた状態で減量したら全く成功しない。全然絞れないんですよ。チートデイというワードを知って、チートデイをやり始めて、いろんなバランスが崩れて、結局絞れる速度っていうのがやっぱ変わってるんですけど、それには一切気づかないです。チートデイをすることによって体重が減るもんやと思ったんです、その時は。チートデーって言われてますけど、実際そのカロリーはどのぐらいのことを言ってるんですか。そんな発信しないじゃないですか。3000キロカロリーチートデーって言う人もいれば、1万キロカロリーとってやっとチートデーって言う人もいれば、食べたらダメなものを食べてるからチートデーって言ってるかもしれないです。純粋にこのやり方合ってるのかな、よし試してみようを繰り返して、自分に合う知識を貯めていってみてください。ということで今回のこの動画は以上になります。この動画良かったらいいね、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。コメントくだされば全然何でもお答えしていきますので、どしどしお願いいたします。ビレジャーの公式 LINE でお得な情報を掲載しております。概要欄にも新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。